ヒロのハッシー食べ歩きぶらり、イエーイ。はい、ハッシーさん、はい、今週と来週は泉佐野屋で、そうですね、ショッパーズモール、はい、美味しかったね。美味しかったんです。ほな行こうか。そうですね、はい、やってきました、はい、ここは泉佐野のショッパーズモールの2階で、ハッシーさん、はい、そうですね、ここの本田佐野宮殿、佐野木源次郎、はい、ねえ、あ、目の前にいらっしゃるのはここの店員さんの佐藤さん、はい、はい、こんにちは。こんにちは。今さっきね、はい、食べましたよ、ここの、はい、美味しかったわ、うん、今の時間が人がいてないんです。はいはいはい、だからタイムサービス、うどん半額、半額、ああそうな、うん、4、5、6、2時間、はあ、これ単品だけですか、セットうどんだけ、うどんだけ、うん、あ、はあ、でもセットは一緒でしょ。セットでそのうどん半額しても、うん、そのセットを頼むと、セットの方が安いわけ、だからうどんが大きくなって、はあはあ、その分安く感じてます。なかなかコシのあるうどんでね、はあ、びっくりしましたね、はあ、すごいな、あんなコシがあるっちゅうの、はあ、すごいね、はあ、見応えありましたね、はあ、もうなんかカレーうどんもできますよ。あ、もうすぐカレー、もう間近に、あ、間近に、あ、ここオープンしてまだ間ないんですね。そうです。どれぐらいですか。まだ1ヶ月ちょっと。1ヶ月ちょっと。楽しみやね。そうですね。まあ佐藤さんはなんかこの道のいろんな店の開店のプロフェッショナルとお聞きしてますけども。あ、そうなんですか。すごいな。いやいや、いや、噂で。あ、そうですか。そうか、そうです。また来週もまたこっち来ますね。はい、その時また寄りますので、はい。またその時もよろしくお願いします。市原秀人。夢の扉。こんばんは、市原秀人です。ヒロノさん、こんばんは。はい、こんばんは。さあ、先週の続き、はい、あの博多、福岡の聖地、福岡、はい、昭和です、ね、さあ、はい、どうした、行った、行ったんですよ。おら、行った、はい、で、いつ頃の話。21歳ぐらいの時やったんですけど、ーあのゴールデンウィークに、はい、友達と3人で車に乗って行ったんですよ。はい、憧れの聖地や、夢に見た聖地、はい、さあ着きました。着きました。パッと見て、こうなんか行く前にいろいろとこう想像とか膨らまして、うん、期待を寄せて行ったんですけど、うん、この改装前で、うん、ものすごいボロボロやったんですよ。ほんでこうなんか狭い階段降りて、中入ったらものすごい狭くて、みたいな感じやったんですけど、なんて言ったらいいんですけどね、この現実と理想のギャップっていうんですかね、まあ嬉しかった反面、なんかイメージと違うよなっていう、行かなきゃよかった、まあなんか微妙な、はい、まあまあでも聖地って意外とそんなもんかわからんよ、うん、素朴で帰ってその方がいいかわからんね、あまりにも豪華でやるよりも、あ、なんやこんな素朴やったんかいう、そっから長渕剛が世に出ていったわけやからな。ああ、そうか、うん、そこだから長渕さんのこのイメージが先にでっかく膨らんじゃってて、でそのね、そのプロで向こうで歌ったの。いや、歌ってない。お客さんとしてたわけ、はい、そうです、はい、そしたらどう、出てるの上手なの、出とった、まあ、うまい人はおったんですけど、まあ、でも全体的に見ると、なんか違うよなっていう人も結構いてて、どう、比較してみて、まあ、俺の方がうまいんちゃうかなっていう人も、まあ、これはいいわ、はい、そうや、いや、あのね、長渕剛のモノマネ違うで、あなたの場合は市原秀人のオリジナルや。 ありがとうございます、うん、頑張ってください。 ありがとうございます、ね、はい、全てはこの時のために、その昔人は空へ羽ばたいた、人々はできるはずがないと笑った、忘れないでそのことを成し遂げるために、全てをかけた奴らが歌うことを、突然ですが井上玲香の
瀬戸内愛花。皆さんこんばんは、エイフォースエンターテインメントの井上玲香です。平野さんこんばんは。はい、こんばんは。3週目やね。3週目です。素敵やね、本当に。歌もいいし、ルックスもいいし、そしてこの今着てるこの着物、素敵でしょ。本当にこれ上品で、ありがとう。あんたにぴったり合うよ。いや、皆さんにも見ていただきたいですね。はい、皆さん、はい、リスナーの皆さん、はい、私の今一番身近で紅白に一番近い歌詞ですよ。はい、はい、明日また、明日からなんか、そうですね、明日からですね、ようやくカラオケのダムに瀬戸内愛花、この新曲が配信となります。もうカラオケ入りましたらですね、本当にカラオケ喫茶さんの方精力的に回っていって、一人でも多くの方に愛唱歌の中の一つに加えていただけるようにですね、一生懸命頑張っていこうと思っております。作曲奥村秀夫先生、作詞玉木麻美先生に作っていただきました新曲瀬戸内愛花、聴いてください。不思議物語、巫舞深夜の深夜の巫舞。怖い。心霊オンザラジオ前編です。巫舞さん、いい物件が手に入りました。映画会社で作品を制作している友人の阿弥松之助から電話が入ったのは夜10時を回っていた。物件って？こないだ話してたでしょ、うちの新しいスタジオです。そういえば先日、今借りているスタジオが手詰まりになってきたので、もっと広いところを探していると言っていたのを思い出した。阿弥松之助と僕は海外輸出用の日本製ホラームービーのお仕事で何度も一緒になった。そんな親しい間柄だ。代々映画人の家系で、父親は黒澤明のスタッフとして重宝されていた有名な人なのだが、松之助はメジャーから飛び出して自分でインディーシネマの会社を作り、監督もやれば脚本も書く一匹狼である。ああ、それはよかったね。実はテレビドラマの撮影から帰ったばかりで疲れていたので、おざなりに返事をした。今日はこれからシャワーを浴びてさっさと寝よう。今から見に行きませんか？え？すごくいいところなんですよ。いるだけで次の作品のインスピレーションが湧いてくるんです。巫舞さんがスタジオの中に立ってくれれば、新しいアイデアを思いつきそうなんです。わかった、今から行く。やれやれ、僕はシャワーを諦めた。スタジオは意外にも大阪梅田の繁華街からほど近い場所にある3階建てのビルだった。巫舞さん、今度うちの会社でテッド・V・マイクルズのミミズバーガーと人間ミンチを販売することになったんですよ。巫舞さんも次の映画でミミズ食べてみませんか？待ち合わせ場所に現れた途端、松之助はいきなり気味の悪い話題を振る。根っからの仕事人間なのだ。考えとくよ。それよりこのビル電気は来てるの？ええ、電気も水道も来てるし、中で生活できますよ。ドアを開きスイッチを入れると中が明るくなる。ワンフロアの広い部屋でスタジオにはもってこいだ。元は小さい町工場だったらしいんです。工場を閉鎖して地主さんも亡くなって、若い一人娘さんがオーナーを引き継いだそうなんですが、借り手がつかなかった。娘さんは
髪の長いすごく綺麗な人だったそうですけど、生活に困って長い髪をバッサリ切ってかつら屋さんに売ったり、そんなことをして生計を立ててたそうなんです。でもね、結局最後にはビルも手放しちゃった。じゃあ今はそのお金でその人は生活してるの？いえ、それがね、ここを売った日に交通事故で亡くなったそうです。それは無念だったろうな。2階に上がる。ここは2部屋に分かれていた。ここを録音スタジオにしようと思うんです。こっちに卓を置いて、こっちをブースに。あれ、どうしたの？上の階から足音が聞こえませんでしたか？泥棒かもしれない。ちょっと見てきます。松之助は慌てて階段を上がっていった。そういえば何か音がしたような気もする。僕はここでラジオ番組を収録できないかなと録音スタジオを見ていると、ギャー、上から声がした。階段を駆け上がると3階で松之助が腰を抜かしている。出ました、幽霊、長い髪の女。非常階段に続く扉が開いていた。来週に続きます。ミブ深夜の深夜のミブ、続きをお楽しみに。